え、遅くなるの？分かった。え、おじさん？分かんないけど、まだ寝てるんじゃない？分かった。ママもお仕事頑張ってね。はい、じゃあね。私の本当のお父さんは、私が小さい頃に女を作って出て行ってしまいました。それからのお母さんは一人で私をここまで育ててくれました。お母さんに彼氏ができたのはほんの1年前。今まで大変な思いばかりしてきたお母さんが、やっと幸せになれる、そう思ったのですが。おはよう。おはよう。ずいぶんびっくりしてんだな。もう、お母さんどうした？何言ってんの？私、学校から帰ってきたとこだよ。ああ。ママはだってもう、パッと行ってるもん。うん、そっか。おじさんもいつまでも休んでないで、早く会社行った方がいいんじゃないの？お前まで、あいつみたいなこと言うなよ。おじさんは数ヶ月前から会社、私を見る目が少しだけ気持ち悪いのです。日に日に悪くなっていきました。そんなある日。ああ、勉強か。いい加減仕事行きなよ。うるせえなお前。大人にはな、いろいろ事情ってのがあるんだよ。お前もな、くだらない勉強なんかしないでさっさと就職しろ。最低。あ？なんつったお前？なんて言った？俺はな、お前のおふくろと結婚して人生めちゃくちゃになっちゃったんだよ。あの女はな、下げまんだ。お前のおふくろは下げまんなんだよ。あいつの代わりにお前が謝れ。お前が謝れよ。誰のおかげでここ住めてると思ってんだよ。ごめんなさい。聞こえねえな。もっとでかい声で謝れ。ごめんなさい。お前本当に悪かったと思ってんのか？本当か？よし、じゃあ本当に申し訳ありませんでした。もうお父さんには二度と口答えしませんって言ってみろ、お前。本当に申し訳ありませんでした。二度とお父さんには口答えしません。
聞こえねえな。もっとでかい声出ないのか。本当に申し訳ありませんでした。お父さんにはもう口答えしません。そうか、もう口答えしないんだな。口答えしないって言ったろお前。しっかりこっち向けよ、ほら。お父さんのエロ本見てすみませんでしたって。ほら、土下座だ、土下座。お父さんのエロ本見てすみません。そしてあいつの要求はますますエスカレートしてきました。